寒いよ寒いよ、だからお姉さん僕のことを温めてください。そうやばっちり、いつでもあそこのテントで私とあなたでイチャイチャもちゃもちゃしましょうよな。おこか、ちょっとやめておこう。志村けんに先週を奪われたと豪語されていた某有名なけんさんではないですか。ミニロップだからおめえらよ、暖かそうなポケモンがさっきから出てきているけどさ、なんだろうさ、全然ねステージに関係ねえポケモンたちばっかりなんで、まあ別にステージに関係あるポケモン出すよって。あーやーいですね、チュブラな瞳で攻撃力がガクッと下げられてしまうんです。私のこと攻撃しちゃいやーよー、あれあれガクじゃなかったっけ、ただの攻撃が下がったか。だがしかしだな、あられはやっぱりあれかキーンちゃってか。あーでもこれのおかげであれじゃないか、こいつボコボコにできるじゃないか。さよなら三角、またしてこんにちは。無理ですね、次のターンが必要。あれつぶらな瞳の方が早かった。痛い、頭突き、頭が割れそうだ。痛い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 。さあ終わりです、削りきれないんですより。じゃあ踏んじゃおうと、ぺっちゃんこよし、今急所に当てるんかい。じゃあ俺の望んでいたものではなかった。よし、オッケードバッチ。どうしよっかな、じゃあこうなると。なんかもう微妙に痛いんだよな、あられがね。そんなところで一手跳ねちゃうんですか。ということで、今回の目的はですね、スケベがエッチなことを湖でやっているそうなので、お前それだけはやめろっつって、凍え死ぬぞこんなところでエッチなことしたらっていうところなので、それを全力で阻止しに行くためにも、あれロッククライムじゃないとあそこ登れないのか。そっか、うん、もうスキーアウト、もう着衣セックスまでにしておけーということで、ゴルダック。確かにこいつだったらあれだな、水ってか氷の世界でも、まあ水タイプだからギリいけていけるんじゃないかっていうか、湿り気、うわねっちょりしてそうということなので、とりあえずまずはサイコキネシス。やっぱサイコキネシスのこの音はさ、初代から変わらない安心感があるっていう感じですね。パーパッパーパーパッパー、痛い、グーヘ。ごめん、あやばい、ちょっとよそ見してしまった。何が出てくるのか分かんないから、とりあえず。じゃあマジカル。シャインビーム、シャリラリラリラリ。オッケー。ベッチ。オッケー。で、モモピーが痛い。地味に7食らうんだな。ポニータ。ポニータ、ポニポニ、二頭筋。ムキムキ合わせて、もうゴリゴリ。さあやってみせよう、ホトトギス、いけ二頭筋。ポニータ。ポニポニ、ポニポニ、アクアテール、シッポペッチ。あれや、私の勝ちだ。ヒレクスがいい。パーパパパーパパ、残念。さっきからさ、なんかうぶえとかさ、残念とか、なんかすごいシンプルな言葉でからつけられてるよね。こっちの方はあれかな、ないのかな。ここはじゃあ帰りにならないと。わー、上級者です。一応吹田市認定の上級者ではさ、私はい高彦。うん、まあでも言っても小学生スクールだけどね、小中学生、小学校4年生から中学校3年生まで行くことのできるスクールの中で、レベル10段階まである中の7以上が一応上級者なんで、僕7まで取りました。はい、3日間のスクールでね。はい、で、ニューラ、そんな情報は誰も得じゃないし好きでもないから、キラ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 。アクはフェアリーに弱いのです。そうです、ファンタジースプリングスです。行ってみたい。パーパパパーパパパ、ツールで楽しみたいよね、ファンタジースプリングスね。ファンタジースプリングス、そのホテルとかもね、やっぱね、アトラクションだけじゃなくてホテルもやっぱ楽しみたいっすよね。さあ寝ていきない、山小屋で、山小屋で寝ていけ、ちゃんちゃんちゃ。ねえねえ、そこの耳当てしてるお礼さ、僕と一緒にスケベしようや。あーごめん、スケベ、ねえ、熱い脂肪、熱い脂肪、熱い脂肪のおじさんは多分その左にもいる気がするんだけど、どうですかね。いや、とりあえずいいです。ここで手に入る新しいポケモンもいるから、それとどんな時もどんな時もマジの勘って、真剣勝負と書いてマジって言おうと思ったけど、もう分からなくなっちゃった。
チャチャチャラチャパラピッピピピピバリアードなんか面白いポケモンがいっぱい出てくるな。バリアードも、あ、バリアードってしかもさ同じタイプだからあれじゃねえか、これ普通にやったら多分ダメージ与えにくいよね。フェアリーにフェアリーは多分効かねえよな。いや聞いたわ普通に。あらら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 、アンコールでございますか。いいですよ。ではもう一度あなたにマジカルシャインハットの前に死んでるし、あ、これさ次のポケモンに対してもマジカルシャインをし続けることなのかな。その辺はいかがだろうか。ニューラ、まあいいや、ニューラだったら別にいいや。ドレインキスでも死にそうだもんね。こいつ防御低いもんな。うん、そっか、赤木があるか。マニューラとかさ、あと誰だっけ、クロバットとか、なんかそういうちょっと珍しいポケモン出してくるんですかね。オッケー、いいね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 。ステータスが低すぎんな。もうなんか、本当に上手い人とかって、レベル40代の段階で、なんか全員のレベルのステータスを、あ、いや、全員のステータスをなんか100とか超えさせてそうな感じがするもんね。あ、全部効果抜群ない。へぇ、違う！あ、ああ、よかったよかった。アンコールによりマジカルシャイン。危ない危ない。一番出したくない技を出そうとしてしまっていたけど、なんとかセーフでした。ありがとうでございます。さよなら。ちゃ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 ん。ピー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 。いやー、いい勝負だったなぁ。じゃあ、こっち行って、だんだん埋まっていくんじゃないか。これ、霧払い関係ないよね。ただの猛吹雪だよね。寒くても大丈夫。どうせ俺の脂肪は熱いでやんすから。じゃ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 、ミキ。髪の毛がもう寒すぎてくるんと絡まって凍っちゃってる状態になってんだよな。ムッキムキやな。こいつらもうあれやな。ステージとはって状態やな。よしだろう。静電気だ。俺に触れてみろ。俺に触れたら、やけどしちゃうぜ。マヒとは。ほい、オッケー、さよなら。続きまして、やっぱライチュウってめちゃめちゃ経験値くれるな。ヒポポタスは二頭筋でいくか。まさかのここでカバーが出てくるとは思わなかったな。がっつりカーバーやな。ピッチュイン。パバンドンはあれか。四天王が出してくるんで、うわー、こんなに雪が降っているところで急に天候を変えてきやがったこの野郎。じゃあ、おしっこでおべっししてあげます。ありゃお鼻が大きいから吸いすぎたら大変だろう。痛い。9かペリプー。じゃあドゥバッチ、ドゥ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 バッチ。パパパンパンパパンパンパパンパンパセリパー、たくわえて吐き出す、飲み込む、全部一気にしたら、おめめパッチリドンパッチーはスパーク、シポルノグラフィー、レッツゴー。オッケー、じゃ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 、いい感じにレベルが上がってってますね。でもどうせ体もだ、全員のレベルが70くらいになってる段階で四天王とか挑む方がいいのかもしれないんだよな。ここなんかどうせあれだろ、隠れてるやつとかいるんだろ、どっかにと思ったら平面でさスキーをスーってできるやつすごいよね。結構ね、逆ハの字にして大変だったりするんです。すげえ、ボイン、ただのボインじゃん。そのチャックを下ろして雪見大福をつまんだり揉んだり舐めたり食べたりしてもいいですか。気持ち悪い、超気持ち悪い。これ女性の方が見てたらマジでもうブラウザバックボタンを押してバットボタンを押して、で暴力的なコンテンツですって言って通報されかねないやつだ。気づく、あれかな、あの太陽のようにお月様って書いて気づくみたいな、そういうあれかな。なんかいるね。腰の動かし方がセクシーですね。寒くないのか君は。よくぞ見えた。
幼児からさ児童、まあ要は小学生までってさ、いつも感心するんだけどさ、超寒い季節にさ半ズボン一丁とかでさ、半ズボン半袖でさ一丁で来てさ、でおーこんばんは寒ないのって寒いって言いながら普通に平気で走ってるっていうねだから今あの 小学生のさあのバスケを教えたりとかしてるけどさ、まあ今もうねまだその全然半袖、まあ、僕も半袖で行ける季節だけどさ、ギリ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 ね、本当にギリギリね、うん、なんだけどさ、小学生とかなんかもう真冬の1月2月とかでも半袖半パンで来るもんね。あれはすごいよな。まあでも自分の小学校の卒業式のあのアルバムなんかも見返してたらさ、普通にやっぱりあの半袖半パンのバスケの格好でいるもんな。だから当時はその寒さをあの感じ取るという感覚値がバグっていたのかもしれない。あの頃に戻りたい。もう毎年冬になったらさ、あの嫁さんにあんたいつだったら起きんのっていうくらいずっと布団にこもってるからね。本当に夏はもうさ、あの活発的になるからパッと起きてパッとお風呂に入って、まあ、パッシャワー浴びてかなとかってスススって行動ができるんだけど、冬はほんと無理。でも冬の間だけなんかもうね、沖縄とかハワイとかで過ごしたいもんな。ちゃ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 、オッケー、二頭筋、ちゃ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 ん、ステップステップ、ああステップ。こいつにステミサックルを覚えさせたら最強なんだけど、かなりダメージを受けるって書いてるんで、残念ながら断念します。あと一匹だっけ？最後はズバッと。わあ。最後くらいはちょっと違うやつにと思ったけど、まあ、滝豊かでいこうか。なんか、モーキーずっと出してるからさ、あられでじわ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 、のり巻きさんになってっちゃうからさ。なんか、もともと、鳥山先生は、あられちゃんの主人公をのり巻きせんべいにしたかったみたいですね。だけど、やっぱり、その、な、おじさん、少年ジャンプでさ、その、おじさんを主人公にするよりはやっぱり女の子主人公にした方がっていうね。女の子が主人公の週刊少年ジャンプの作品ってパッと浮かぶので何があるのか。まあ少年ジャンプだから少年が主人公であることが多いもんね。え、誰だろう。まあ明らかにヒロインが目立つよねっていう作品で言ったらやっぱトラブルとか一応 100% とかそのあたりがまあ僕は世代としているけど、まあ未だに僕の中では西野司を超える美人はいないと思ってるからさ。やっぱねちょっとねあのね、いやいや可愛いよ、可愛いし単行本はさ乳首丸見えだからあれなんだけどさ、やっぱりちょっとアニメ調になっちゃってる感じがさ、ちょっとコミカルな感じのタッチがやっぱトラブルはなんていうか色気を感じきれなかったって感じだよね。やっぱりあのね、水木さんの格、川下水木さんの格さ、うん、あの、きっと王子さん好きとかさ、北条彩とかさ、西野司とかさ、向井梢ちゃんとかさ、あの辺りのポンキュッポンがもうね、すごいよね。いかん。メロンの入る F カップちゃんですからね、北条彩ちゃんとか。匂いに興味津々。なるほど、オスとメスだからか。だいたいあのワンちゃんとかね猫ちゃんはねまず相手の股間から匂いを嗅ぎに行くからね。それはあのしかもあの犬同士とか猫同士だけじゃなくて人間に対してもまずあの股間にダイブしに行くからな。オッケーオッケーオッケー、いよいよ素早さが、素早さがきつい。さて雪かぶりはじゃあ滝豊かで行こうか。燃やして差し上げなさい。ようやくあれだね、そのここに出てくるようなタイプのポケモンがね出てくる。雪かぶりは捕まえておきたいな。あスマートフォンもそっか、氷はあれか鋼に対して弱いから確かに確かに言いつつも残念でしたな。チャーチャラチャチャチャーベシで上また出てくるのか。多いなこいつ。センタロウ、センタロウ贅沢な名だね。お前の名前はこれからタルだよ。千は千役がいるからね。じゃあごちそうさまです。センタロウ、センタロウでランダロウ、ランブデーでランデブー。知らない人は覚えてね。こっちの右下の方はいないよね。オッケー、じゃあここは3匹だけかな。まだ他にもいやはや
すごい思ってんな。ブロムヘキシン。いいね。もうどうせあれだよ。使い切れないからブロムヘキシン使っていこう。ああ。ですよね、じゃあ2投金。はい、オッケー。まあ、ちょっとでもその1位が命運を分けるかもしれないから、だから寒くないのか君は、大丈夫か。忍者にもいろいろな派閥があるのが、伊賀者、甲賀者、あ、ちなみに伊賀の忍者、甲賀だから、甲賀じゃなくて甲賀忍者だからね。うん、でっていう話なんだけど、いやー頑張るね、スコルピー、スコルピオンキング、ガイドキュ。じゃあ、あられが降っているところ申し訳ないが、カブトアーマー。いやー、あんまり使わないポケモンはあれだね。特性が一体何なのかっていうのが全然ピンとこないね。オリピオンってやっぱ強いのかな。攻撃力めちゃめちゃ高そうだもんね。特攻は全く持ってなさそうだけどさ。モッピーピピ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 。ゴーバック。ゴーバックは、じゃあ、まあ、いっか。このままいっか。ご利用していきましょう。果たして本当にこの組み合わせでいいのかっていうところなんですけどね。いや、本当はディアルが対パルキア対ダークワーイを連れていければ何のこそのってとこなんだけど、まあ残念ながらさ、普通に、うん、やっぱ伝説のポケモン使うのって卑怯じゃないっていう感じがするからさ、そこは抜きで頑張りたいよねって思うよね。だからこそレベルをアップしてゴリゴリに行きたいんだけど、も落とし物多くねえか。で、おじさんは何してんの。ロッククライムの技が入ったのに。なるほど、ロッククライムの技を手に入れたらいいんですね。ジャンパカパピピ。あられー、これ以上吹雪を強くすな。じゃあこれがロッククライムだね。しかも100なんだ。電話さ、でもまだロッククライムを使える技マシンが、5歳の時からスキーをやってるのは奇遇だな。俺なんか親父に4歳からやらされたぜ。もうでもここ数年スキー行ってないけどな。最後に行ったのいつだろうな。鍋山じゃなくて、なんだっけ、神鍋か。神鍋に行って、なんかコウノトリマンと一緒に滑った記憶がある。それで終わりかな。ってことはもう7、8年くらい前か。もう今滑ったらとんでもないことになりそうだ。ということで、チュー、チュー、後ろのお姉ちゃんの雪見大福にチュー、チュー、一撃必殺。仕方ない、マリルリーの尻尾で我慢しといてあげるわ。チャー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 、おい、ギリギリレベルアップしない。でも体力マックスまで上がったからまあいいでしょう。ピッ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 。フェアリーとフェアリーは別にあれか。じゃあマジカルシャインですね。パーレ、私のお尻、さよなら。ピピ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 ピ。大丈夫か、ランデブーしてるぞ、ランデブーしてるぞ、大丈夫か、大丈夫か。そんな滑り方は俺見たことない。空中でそういう回り方をしてるやつは見たことがあるけど、カマンタ、また珍しいポケモンこんなところで出してくるな。しかもこいつ確か水飛行とかじゃなかったっけ。もうもうピーン。じゃあいくか、レベル37、貯水、水タイプの技でよろしく。36か、惜しいな。よし、じゃあネズクスシャイン、しっかり私の探求。なん、痛い。水タイプ出してこいよ、水タイプ。トレースしたの分かってか。痛い。あ、そっか。痛い。残念でしたな。また、来世で会おう。ニューラ。ニューラは、まあ、たまにアルギニヌじゃなくて、まあ、タキュタカで行くか。レベル42くらいかな。次のジムリーダーで最後が48とかそのくらい出してくるとか、なんかそんな予感がするんだよな。じゃあカイングルム燃えましょう。いやー早いと思ったらなんだ、ただの電光石火か。俺を苦労した罪は重い。そういえばさ、ジュピターにさ、スケベってやられるんじゃなかったっけ。だからスケベ心が働きすぎて、そのマーズじゃない、サターンじゃない、ジュピターのそのおっぱいに見とれてたうちにやられちゃったとか、そういうオチなんだろうな。
そんなにあったっけそいつ、多分キュッてなった気がする。あれはトレーナーじゃないか。お姉さん何人珍しい呪われてる。いや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 、ちょっと待って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 、多分ゴーストタイプの技が強くなりますってあれなんだろうけど、呪うんじゃないよ今ね。ダウジングマシーンの中に生まれて、ああここであれか、イーブイ、イーブイってどこで手に入れるんだったっけ。俺グレイシアは欲しい、グレイシアとリーフィアは欲しいなと思ってて、あでもよくよく考えたらグレイシアでいいや、リーフィアはあのドダイトスがいるから間に合ってる。でもしかもリーフィアって確かあれだよね、攻撃が強い方なんだよね。よくパワー、あれちょっと朝なんて思ったっけ。効果あり、まあ、これで残るようだったら捕まえていきましょう、残らないようだったらもういいです。その程度の存在でしたね。ゆら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 、さよなら鶴岡さん。鶴岡さんじゃないな、片岡鶴太郎だっけ、忘れた。ひよこちゃんパッパ、アヒルがガーガーってた。あれ変わり映えしない景色、大丈夫。いつでも薄着とっせー、もうそこまで行くなら寒風摩擦でもせいや。お前の兄弟右の下の方で埋まっとったぞ、闘志そのままの名前きた。格闘家で闘志でもなんかね、がっつりそのままだよね。そして裸足、本当に薄着だし裸足だし、いやー気合と根性が溢れてるね。チャー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 チャラーチャチャラーチャー、モモピーも身震いしたな。毒タイプがあるかな、何の技を、あ毒タイプが弱いのか、そういうことか。やばいな、残り1個だな、どうしようかな、そろそろたどり着きたいなってことになって、はい、さあ何を出してくる、ゴールデンキーン、じゃあルキリーヌでもっか、さよなら出てこいアルキリーヌ、お前のツバメ返しであられびっくりキーン、梅干し食べてスーパーメン。やばいな、もう22分経っている、ここまでで22分経っている、たどり着けるかこれ、ありゃもう喜んだ喜んだ、アルギニン、ごめんねアルギニン、スピトロリンアルギニンもあげるから、じゃあ久々にフルダチンでもいくかと思ったけど二頭筋でいいや。ハイドロポンプでもぶちかますかの、ウェッウェイバー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 。なんかさ、あの X なんかを見てるとさ、あのまあたくさんの人たちがね、こう YouTube にいろんな動画とかを上げるわけですよ。でまあその実際収益化を狙ってるかどうかはまあ別にして、収益化できる1000人以上の登録者かつ年間で4000時間以上の再生時間のあるですね、なんだろうチャンネルって、まあ、上位 15% とか、まあ、そんな感じって言われてるらしいんですよ、うん、まあ幸いにも僕はその 15% の中に入ることができてるんだけど、なんかまとある YouTuber さんが、まあ、X の方でその趣味で始めてるからみたいなことを言い訳にして収益から逃げてる人がいるんすよみたいな、こうで、まあ、ちょっと厳しい指摘のある、コメント、何ってポケモン勝負っておめえが飛んできたんだろ、うん、いたんだけどさ、僕はねもともとゲーム実況をやってる人たちが好きだったりとか、あとはそれこそもう数年前、もう3年4年以上前になるけど、そのメンタリスト大吾さんみたいな感じでこう自分の得てきた知識をなんか披露するというか、まあ人の役に立つためにベラ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 喋るみたいなことをやったりとかしたんですけど、まあ今もうねあのそういうのやらなくなったけど、ちょっとね別のチャンネルで実は立ち上げたりとかやったりとかしてるんですけど、うん、本当にねなんか最初はやっぱ趣味でやってって、それがまあ一生懸命頑張ってるというか、なんだろう、その自分のなんだろうね、本当に趣味なんですよ、筋トレとか子供と遊ぶとかゲームするとかで、ゲームするものもただただゲームするだけだったらもったいないから、もしかしたら誰かが一緒に見てくれるかもしれないとかって思って
なんか継続的にやってたら、なんか気づけば、あ、それこそまあ再生数は未だになんかしょぼいけど、そういうの見てくれる人たちがいるから、ここまで続けることができたというかね。うん。だから、なんか、あの、収益化から逃げるな、みたいなことを、あの、言ってる人もいるけど、収益化をそもそも狙ってなくて、本当にただ趣味で上げてて、なんかたまたま誰かが見てくれたらいいなっていう感覚でやってる人もいると、それを、収益化するかしないかまでのところはあれだけど、結局継続できるかどうかっていうところの差なんじゃないかな。だから意識云々じゃなくて、収益化まで持っていくかどうかだ。ああ、じゃなくて収益化できるまで続けるか続けないかの違いじゃないかなっていう思うよ。だって僕別に意識してなかったから、意識してるんだったらさ、もっとなんか挨拶こだわったりとかさ、トーク力めちゃくちゃ磨いたりとか、それから編集めちゃくちゃ頑張ってテロップ入れたり効果音入れたりとかして、なんかちょっとでもみんながクスッと笑えるような動画とかっていうのを一生懸命作りますよ。見てみ、誰が笑うねん俺の動画で自虐よ、もう自虐で自爆よ本当に。それでもね、こうやって見てくれてる人たちがいるってことは、なんか少なからず、まあラジオ感覚の時間潰しにちょうどええから見たろうかくらいの、こうすごいお情けでね、たくさんの方が見ていただいてると思うし、まああの時々さ、あの職場の人とかさ、あれあれの動画すげえおもろかったわとか、なんか全然こうね、仕事で見せないキャラが見れて面白いとかって、そういう声とかがいただけたら、まあなんかやっててよかったなくらいの感覚で、そんなもんすよ。YouTube なんかで、別に YouTube で生計を立ててるわけじゃないから、まあ、生計を YouTube で立てたらさ、そりゃ一番いいのかもしれないけどさ、そしたら俺もっと頑張るよ。でも今ね、今の職場が好きだしさ、前もちょっと話したかもしれないけど、職場は好きだけど、その仕事がちょっと難しくて、ちょっとあの若干の絶望を覚えてるっていうのは正直あるけど、まあ、それはそれじゃないですか。うん、やっぱりその仕事何するかっていうことも大事だけど、ライフシフト100年時代を生きるっていうね、あの本にもあるように、そのいかにね、あの100年という時代を過ごしていく中でいろんなキャリアチェンジをしたりとか、もう一つ人生の後半になっていったら、まあ、いかにねコミュニティに所属しているかどうかっていうのが大事だっていうことをやっぱ言われたりするんですよ。うん、だって60歳とかさ、まあ僕くらいの年齢の人たちとかだったら、僕今32とかだけどさ、32とかだったらやっぱり人生の後半、になっていくにつれて長生きする可能性があるけど、やっぱり100年前後まで生きる可能性が高くなる時代だから、人生の後半になればなっていくほど、そのいきなりね、いきなりねじゃない、その自分一人で生きていくよりは、そのこっちか、たくさんの人たち、あのそれもそのめちゃくちゃ多い、100人200人とかじゃなくていいから、まあ、あの両手で数えられる程度の人たちと一緒に、まあ、生活していけるようなコミュニティっていうのを、まあ、築いていく。例えば仕事の分野とかプライベートの分野とか、まあ、プライベートでもその趣味とかさ、旅行とか、もちろん家族っていう存在も大事だし、だから自分がいろいろ起こる仕事プライベートを全部を含めたプライベートの空間じゃなくて、ライフイベントの中で一緒に過ごせるような人たちっていうコミュニティを作り上げられるかどうかっていうのがすごい大事だったり。うん。え？え、でもこのじじいなんだ？このじじいは一体何なんだ？もっとあったかい服、ああ、まあ確かにね、冬服を持っておかないといけないもんね。あそこ入っちゃう、そう、殿堂入りしてからじゃなくて入っちゃダメですからね、あそこはね。いや、あのレジロック、レジスチル、レジアイスが手に入らないのに、なぜか、ちょっと、なるほどね。ちょっと待ってね、あれチャーレムこれまだ持ってなかったっけ。チャーレムを手に入れれば、あ、ちょっと待って、ゲンガーが手に入ると思ったの。もう今更ゲンガー手に入れてもな、あれチャーレムこれまだ朝なんだままだった。違う、そもそもアサナを持ってなかった。あ、そもそもアサナがいない説。チャラリー、鼻から牛乳。ポケモン捕まえなさすぎだな。裏でたくさんポケモンを捕まえておこう。ということで、もう30分経つんだけど、さすがにやっていかないかん。つかあれなのか、先にジムリー近い、ゴリゴリに近かった。ジムリーダーを倒さないと、あれかな、倒せないのかな。
いや、なことないな。あの、なんか、湖を塞いでる変態野郎ども、ボコボコにしばき上げればなんとかなるんじゃないか。あれどこだっけ、こっちか。チャカチャッチャッチャッチャカチャッチャッチャッチャカチャッチャッチャカチャッ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 。ミオメーラ、何してやがる。何ミリアリも、ピッピをもらうぞ。あ、なるほど。キッサキシティのジムリーダーを先にぶち殺せと、そういうオチですね。じゃあキッサキシティのジムリーダーを先にボコボコにしに行きましょう。なんだけど、じゃあそうなったら俺もすぐにあのジュピターと戦えるもんだと思ったからさ、さすがにチャーリーもここで使えばいればいいじゃん。あ、しまった。でもチャーリーも今これぶち殺しちゃうもんな。オッケー。じゃあ、いや、なんでここにチャーリーがいるんだろうね。不思議だよね。ちょちょっとか。よし、じゃあ次回キッサキシティから始めていきましょう。早速ジムリーダーから対戦するということで、多分ここが一番難しいジムリーダーなんだよね。ジムリーダーにたどり着くまでが難しいジムリーダー。はい、ということで、じゃあ一旦アイテムを買い揃えていって、7個目のバッジ手に入れるっていうところから次回パートスタートさせていきたいと思いますので、次回もぜひお付き合いいただけたら幸いです。ではまたお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。